フォンターナ広場爆破事件は、1969年12月12日、ミラノのフォンターナ広場に面した、全国農業銀行が爆破された事件である。1980年のボローニャ駅爆破テロ事件などと、共に、冷戦期に、アメリカ合衆国と、北、大西洋条約機構が操っていた、暴力活動、グラディオ作戦の一環であると見られている。 事件10年目にあたり設けられた17人の犠牲者名を刻む石踏みタム実のピネリが悲劇の死を遂げたと書かれた石踏みこの爆弾テロ事件は1969年12月12日の午後4時37分に発生17人が死亡88人が負傷した今なお真相は明らかになっていない 同日スカラザやローマ市内3カ所でも爆破事件が起きており、鉛の時代、武装組織によるテロの相次いだ重苦しいイタリアの1970年代を迎える短所となった。警察捜査によると、極右団体がこの爆弾テロを企てたとされている。その動機は、当時共産党が大きな勢力となっていたイタリア全国で、 極左勢力によるものと見せかけたテロ事件を起こすことで、イタリア社会に緊張の連続を強いて、無能な政府に対して、民衆を反共産主義の暴動へ借り立てようという理由だった。爆破事件3日間の後、警察官に犯人として、ジュゼッペ・ピネッリという無政府主義者が逮捕された。しかし、ピネッリは、ミラノ警察署の4階から、飛び降りなくなってしまった。 警察は、自殺と言い,い、無政府主義者たちは、他殺といったまま、真相は、謎のままである。しかし、この事件の結果、左翼団体のテロリスト赤い旅団は、ルイジ・カラブレージというミラノの警察文書長を殺した、ようである。イタリアの捜査当局は、ネオファシズム団体イット、オルディネヌオーボに加入していたデルフォ・ゾルジに、主犯格の容疑をかけた。 1974年に日本に渡ったゾルジについて1980年代と2000年3月30日の2度に渡りイタリア政府は日本政府に対し身柄引き渡しを求めた1997年イタリアの捜査当局は国際刑事警察機構を通じて日本の警察庁に国際手配を要請したミラノ地裁は2001年6月 車で爆弾をミラノに運んだとする証言を根拠に被告人不在のままゾルジに終身刑判決を出した。2004年3月12日ミラノ交際は証言は信憑性に欠けるとして逆転無罪判決。イタリア最高裁は2005年5月3日交際判決を指示しゾルジの無罪が確定した。2012年 マルコ・トゥリオ・ジョルダーナ監督で映画化され、2013年12月21日日本でも劇場公開された。ストラジディ・ピアッツァ・フォンタナ、スパンタウン・アゲンテ・ USA ・ラ・レプブリカ1998年2月11日2014年1月2日、閲覧第147回国会衆議院、決算行政監視委員会第1文化会2000年4月20日。 爆弾テロ事件で、無罪確定東京在住のイタリア人男性、共同通信2005年5月4日、フォンターナ広場イタリアの陰謀現代ロマンゾディウナ、ストラジ映画、フォンターナ広場イタリアの陰謀公式サイト。ありがとうございます。